モードにチェンジします。オッケーです。いきます。歴代のなでしこジャパンの選手で印象に残っている選手は。いやもうだってもう私がそれこそ前の選手はここは本当にすごい。誰のどこ。そんな選手がいっぱいいる中でも誰のどこ。うわー、三山選手のすごい。やっぱり歴代一番出てんじゃない今あ、ほんと、うん、だって広辞苑に載ってるんだから、ぴったりとは宮本載ってるんだから。はい、あ、またまたハイライトしました。知りたい方はエースチャンネル見てください。いや、他にもいっぱいあるよ。だから、うん、あのフォアさんのカミソリのようなカミソリつながりだと、イワシのカミソリ。みずほはなんだろう、センスの塊で片付けちゃいけないけど、千野さんのだから言ったらやっぱしのさん、ぐっち、かりちゃんとか、ああいう選手最近なかなかいないよね。あと中ちゃんのあのやっぱりそのところとかすごいなって思うし、あと海外に飛び出るとソヨンの衝撃的に天才だと思う。みんなさん、あ、もうあんなにしていない。だってずっと福さん、いやもう福ちゃんが後ろにいたらもうそこから、うん、アンさん、アンチは今でこそボランチやってるけど、もうタメちゃんすごい。タメちゃんはっていうのは本当に素晴らしすぎる。めぐみ、めぐみは左足一本でそこはまたすごいと思うなって思うね。サキ、サキはない、別にすごい。アスナ、全然ない。30人の問題じゃないよ。確かに。なんだこれ、どこで止めようかなって思ったんですけど、気になりすぎちゃって聞いちゃってました。まあでも試合前に限らず練習前もだけど、あ、やっぱり詳細についてはエルチャンネル。イエス。はい、少女たちのプレアってほしいかな。かっこいい。はい、そしたらまたテイストチェンジいきます。チェンジ。今だから言うわけじゃなくて、昔からずっと本気で思ってんの。右側に一つだけ持っていくとしたら何を持っていく？これ一式。ちょっと待って。お皿とかね。一式だから。一つだけ。セットになってるから一つじゃん。その中の一つですよ。バラバラにしたら、そりゃなんか出てくるかもしれないけど、それを一つにして持ってくんだ。よしとします。もし自分が総理大臣ならね。やりたいことなんていっぱいあるよ。まず、素晴らしい演説。詳細についてはエースチャンネルまで。これについてやんの今度。これまで撮ってないよ、ね。お願いします。まあ、総理大臣、マスミナホミーのテロップ見えました。わかった、はい。マニフェスト。お願いします。憧れのデートプラン？そうか。ラスナ知ってんで、みっちょのタイプ。あ、いいよ。どうぞ。あ、人。別に。人生最大の成功は？おぉ、やっぱちげえわ。やっぱちげえ。だから私の成功は自分で掴み取ったんじゃないよ。はい、皆さん、いつもエースチャンネルご視聴ありがとうございます。こんなに選手たちの素を引き出したチャンネルはなかなかありません。いや、エースチャンネルしかありません。これからもエースチャンネルをどうぞよろしくお願いします。最高。今言ってること全部さっきと一緒です。さっき？さっきやだ。さっきあいつ私の真似してんだろ。最高な落ちる今流れが。もうさっきよりみっちょの方が先に出るから、うん、なほなほ、イエーイ。さっきパクリやん。